ガイラニン・セプテンバー2014サイード・アフマド・ギラニは、アフガニスタンの政治家、ムジャーヒディーン。ソ連のアフガン侵攻時、アフガニスタン民族イスラム戦線を率いた。アリーブ・ガビー・ターリブとファーティマの直系子孫で、イラクで、カーディリー教団を創設したアブド・アル・カーディル、アルジー・ラーニーの直系子孫。カーディリー教団アフガン支部長の称号を有し、 広大な土地と財産を相続している。ナンガルハール州出身。パシュトゥン人。サイード・ハサン・ギラニの息子。カーブルのメドレセで学び、1960年、カブール大学シャリーア学部を卒業。イラク、エジプト、サウジアラビアの大学で進学を学び、イギリスとフランスの大学で一般教養を学んだ。その後、ザーヒル・シャーの側近となる。 1978年の4月革命後、新政権に忠誠を誓い、2ヶ月間、閣僚を務めた。しかし、土地の収容が実施されると、パキスタンに亡命した。1979年末、アフガニスタン民族イスラム戦線を創設し、ムジャーヒディーンの最初の統一組織、ペシャワール7の一角を占めた。支配地は、 パクティアー、ガズニー、カーブルの一部に限られ、実動部隊は少なかったが、パキスタンの連邦直轄部族地域に1万5千人の支持者を有した。1981年、アフガニスタンムジャーヒディにイスラム同盟の共同創設者となったが、同年のうちに最初に脱退した。1983年から1985年、三者同盟の共同創設者。 1985年5月、再び、アフガニスタンムジャーヒディーニスラム同盟の創設者となる。1986年、7社連合から、グルブディーンヘクマティアールトラスールサイヤーフが、脱退した後、5社グループの共同創設者となる。1988年、パキスタンで組閣された、ムジャーヒディーニ公政権に入り、最高裁判所所長となる。 ムハンマド・ナジーブ・ラー政権打倒後、1992年4月から、指導者会議のメンバーとなったが、間もなく、ブルハーヌ・ディーン・ラッバーニー及びアフマド・シャーマスードと、仲違いし、入閣を拒否した。1993年から、ロヤジルガの招集とザーヒル・シャーの服を支持し始める。2001年10月、ペシャーワルで開かれた、平和、嗅国会議に出席し、 恩恵ハタアリー・バーンを政権に入れることを提案したが、アメリカの理解を得られなかった。2017年1月、カーブルの病院にて死去。妻マーデルは、ハビーブラー、反ン国王のひ孫。五字を有し、息子のハメドは、アフガニスタン民族イスラム戦線の副官を務めた。娘のファーティマはアフガニスタン、赤新月社代表。ありがとうございます。